はい、そしてここに溶き卵1個分、溶かしバター。この溶かしバターを 50g 分ですね。ざっくりこねていきます。はい、これぐらいまで来たら、もうあとは手でね、しっかりまとめる感じで。はい、それではこの180度に予熱したオーブンで、よいしょ。お、ちょうど20分になってるな。これでスタート。はい、どうもじんやです。さて、本日の動画はホットケーキミックスを使って朝食にもおやつにもぴったりなアーモンドスコーンを作っていきたいと思います。それではゴー。いらっしゃいませ、陣屋亭チャンネル。はい、今回使う材料はこんな感じになってます。ホットケーキミックスが 200g で、このスライスアーモンドですね。これ、手作りのお菓子コーナーかなんかに、スーパーの手作りのお菓子コーナーかなんかに売ってるやつです。で、牛乳が大さじ1、卵が1、そしてバターがこれ 50g、 結構使うんですけど、これをレンジでちょっとね、温めて溶かして、溶かしバターとして使っていきます。はい、今600ワットのレンジで約20秒ぐらいですね、ちょっと熱を加えました。これをしっかり混ぜて溶かしていってください。はい、そうしましたら、ちょっと大きめのボウルにね、ホットケーキミックス、これ200g ですね。はい、そしてここに溶き卵1個分、溶き卵1個分と、先ほど溶かしたこの溶かしバター、この溶かしバターを 50g 分ですね。これを入れます。そしてここに牛乳が大さじ1杯、はい、これを入れて、この時点でざっくりこねていきます。あんまりね、こねすぎるとこのサクサク感、スコーンのサクサク感がなくなってしまうんで、さっくりこねていくぐらいの。そしたらここにスライスアーモンド、これを 30g 分入れて、ざっくり混ぜていきます。はい、これぐらいまで来たら、もうあとは手でね、しっかりまとめる感じでこねていきます。はい、こんな感じで OK です。はい、そうしましたら、先ほどこねた生地ですね、これをラップの上に置いて、これで包んで、これで、冷蔵庫で約10分から15分ぐらいですね、生地を寝かしていきたいと思います。その間に、オーブンを180度で予熱していきます。はい、そろそろ予熱も完了しそうなので、冷蔵庫からこの寝かした生地を取り出しまして、厚み的にはそうですね、ざっと3センチぐらい、3センチぐらいの厚みというか、ちょっと潰していただいてね。
こんな感じで、まああのメロンパンみたいなそんな形にしていただければいいかなと思います。これを8等分にカットしたいと思います。よっ、まずこんな感じでバッテンに、よいしょ、切って、あとこんな感じでね、はい、こんな感じでざっと8等分に切ったら、はい、そうしましたら天板にこのクッキングシートを敷いていただいて、で、まあ、ざっとこんな感じで交互にこんな感じでちょっと間を空けながらね、こんな感じで、俺8等分に切るとかって言っときながら6等分にしか切ってないよね。またやってるな俺な計算できねえのかな。まあいっか、まあこんな感じで、まあ大体でいいっす。あの8等分でも6等分でもあのどっちでもいいんで、まあこんな感じで間を空けて並べていただいて、これで、180度に予熱したオーブンで約20分焼いていきたいと思います。はい、それではこの180度に予熱したオーブンで、よいしょ、おちょうど20分になってるな。これでスタート、これで20分焼いていきたいと思います。はい、じゃあ焼けました。ちゃ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 、このまま粗熱を取っていきたいと思います。はい、じゃあアーモンドスコーン完成しましたので、早速いただいていきたいと思います。今日はカフェオレちゃんと言えてねえな、カフェオレをいただいていきたいと思います。じゃあいただきます。これまだね、あのほんのりちょっとあったかい感じなんで、ちょっとしっとりした感じだと思うんですけど、いただきます。ちゃんとサクサクしてる、うん、これね、ちゃんと冷めるともっと本当にサクサク感が増して、あの美味しい感じのスコーンになりますので、であの今回ね、あのまあお砂糖とか入れてないじゃないですか。で、あの甘いのが好きだなっていう方がいましたら、あのこれに、まあ、メープルシロップだとか蜂蜜だとかをあのつけて食べていただいても美味しくいただけると思います。うん、うまっ。前の日とかにね、作っておけばあの朝食でもぴったりですし、あのお子様と一緒にね、おやつ作りの一つに加えていただければ嬉しいです。それでは今回作ったこのアーモンドスコーン、美味しそうだなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画です。